先生、私あとどれぐらい生きられますか。永遠に。懐かしい思い出ばかりが蘇ってきて。一日中ベッドに寝て食事だけしとるのは生きてることじゃないわ。納得のいく治療をして差し上げてください。病院に見捨てられたんですよね。そんなのひどすぎるじゃありませんか。大事な時が訪れる瞬間までぬくもりや息遣いを感じてあげてください。命の停車場。大丈夫、もう心配することないよ。よかった。僕は佐和子先生のもとで働きたいんです。気分はどうですか。大丈夫だから。また家族を失ってしまうんですね。病院に見捨てられたんですよね。まだ間に合うでしょ。先生なら助けられるでしょ。大事な時が訪れる瞬間までぬくもりや息遣いを感じてあげてください。先生連れてって。海の果てまで行きたい。私も勇気出すことにした。命の停車場。